はい、どうも、丸神です。今回は、ゆるーく開封をしていこうかなと思います。今回はこちらですね。これが多分メーカー名なんですけど、いい感じ。完全ワイヤレス、もっと自由自在に。最近流行りの Bluetooth のイヤホン、両耳が離れてるタイプですね。それを購入してみましたので、ちょっとどんな感じかレビューしてみようと思います。自分はですね、結構前にレビューしたこのサウンドピーツさんの、ここがね、つながってるタイプの Bluetooth イヤホン。これもだいぶ長いこと愛用してるんですけど、まあこれでね、ぶっちゃけ満足はしていた。ぶっちゃけね。ただ、ちょっと前にレビューしたこの ZNT の片耳タイプの Bluetooth イヤホン。これをね、ちょっと使ってみたら、意外とこれがね、良かったんですよね。このつながってるタイプですと、夏の時期に、ここの後ろの部分が首のところにひっついて、それが汗でね、もう気持ち悪い感じになったりするわけなんですよ。完全ワイヤレスもいいんじゃないかなと思って、これを買ってみました。まあ、普通にね、普通の値段だったら買わないんですけど、なんかセールでもうめちゃくちゃ安いセールがやってまして、現在これ6680円なんですけど、自分が購入した時がですね、2000円くらいでしたね、確か。はい。まあなんかいろんなクーポンとかが重なって2000円で買えたんで、まあちょっと2000円でね、完全ワイヤレス試せたら、まあいいかなってことで買ってみました。よいしょ。で、まずはまあこっちの方から見るかな。充電ケースを入れるためのポーチ。いい感じ。いい感じなのかわかんないけどね。いい感じなのかは謎。あとはイヤーピースか。イヤーピースが入ってました。なんかたくさん入ってるね。あ、で、これなんか、ちょっとレビューとかで見たんですけど、イヤーピースの形状が独特なんですよね。こんなんつうのかな。薄べったい。これなくしちゃった場合は結構めんどくさいみたいです。普通のイヤーピースをちょっと切ったりしないといけないっぽいですね。あとはマイクロ USB ケーブルが入ってました。いまだに僕マイクロ USB ケーブルばっかですね。USB-C ってないや、まだ手元に。下の方には、この度いい感じ JP をご利用いただき誠にありがとうございますっていう、なんかサンキューカードみたいなのがありますね。なんかレビューを書くとギフトくれるよみたいな。それはいいのかどうかわかんないけどね。あとは、いい感じ JP 会員募集中。へえ、なんか面白いね。すごい、なんか、めっちゃ LINE だなって、LINE スタンプ貼りまくりみたいな感じだけど。ちょっとこれ面白いですね。なんかてっきり、もう明らかは中華だって感じかと思ってたけど、説明書とかも日本語ですね。まあちょっとこの手のイヤホン使ったことないから、今までってなんか Bluetooth イヤホンって結構紹介してきましたけど、説明書見なくてもまあ勘でいけたじゃないですか。今回のはちょっと見とこう。わかんねえや。マジでわからん。はい、そしてこれが本体です。まずペリペリ剥がすかな。あ、結構あれだね。結構光沢感あるね。で、外観はこんな感じ。はい。はい。こんな感じだね。で、このケース自体が、モバイルバッテリーにもなるらしい。うん。イヤホンの充電ができるのはもちろんなんですけど、それだけじゃなくて、ここに USB のポートがあって、これでね、普通にスマホとかも充電できる。ということです。これが 2200mAh らしいです。だからスマホ1個分は無理か。スマホ80%くらいは充電できるんじゃないかなって感じですね。なんかもしもの時にいいかもしれない。で、開けるのはここですけど、ここは爪ですね。結構ここは、なんか、パッと見安っぽい感じ。これが完全ワイヤレスイヤホンか。こんなんです。充電の形式はここにこうマグネットがある感じで、以前紹介した ZNT のやつとまあ似た感じですね。つまりこのケースをなくしてしまうと、まあ、充電が結構大変になってしまうと。
ということですね。イヤホンを見ていきましょう。こんな感じ。これ L ですね。うん。まあちょっと独特な形はしてますけど、まあ、大体こんなもんじゃないかなって感じですね。触ってみた感じとしてはボタンが何にもない、何にもない、何にもないっすね。なんだろうね、ボタンが何にもない、ボタンが何もないからちょっとわからんから説明書を見るか。この充電ケースから取り外すと電源が入るとのことで、青ランプが点滅する。今点滅してないからこれ多分充電がまだできてないんですね。今見たらその端子のところにテープが貼ってあったんで多分充電されてないっていうことだと思います。さっき見せたあの ZNT さんのやつみたいに片耳だけ使うみたいな、それもできるみたいです。その場合は片耳、右耳だけ充電ケースから取り出すことで大丈夫らしい。多分右耳から左耳の方に電波を飛ばしてるってことなのかな。あとボタンはなんかタッチセンサーが入ってるらしいです。で、通話するときとかもタッチセンサーのボタンでできるとのことで、音量調節はイヤホン側からではできないので、スマホ側からやるとのことです。なるほどねっていうことらしいです。まぁ、ちょっとね、使ってみないと何とも言えないので、使ってみようかなと思います。最後に仕様だけ、まぁ、ざっとね、ざっと見せておこうかな。はい、こんな感じ。特筆すべきところは、Bluetooth の規格がバージョン 5.0 って結構新しいやつだね。ここですかね。あと、Bluetooth のプロファイルはこんな感じです。高音質のやつ、名前忘れたけど、あれには対応してないみたいです。ってなことらしい。はい。まぁ、ちょっとね、使わないと何とも言えない、ぶっちゃけ。というところで、まぁ、ちょっと使ってみようかなと思います。また、なんかあったらレビューします。それでは。